週刊フリーブレイズはい、このコーナー、週刊フリーブレイズは、アイスホッケーアジアリーグ現在3年目のシーズン、いよいよ大詰め、東北フリーブレイズの選手のインタビューを毎週お届けしております。えー、今日は1月の25日水曜日、えー、久々に BFM のスタジオでの収録でございます。えー、今週のゲストは、このコーナー初登場の背番号9番、フォワード、トロイリドル選手にお付き合いいただきます。通訳は、そのマネージャーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。

Um, I'm 30 years old, and, um, and I'm very happy to be here and playing this year in Japan, and I'm having a great time. Hello, FreeBlaze fans. I'm Troy. I'm from Minnesota, I'm 30 years old. 本当に八戸に来てねあの皆さんのファンの前でプレーできること本当にあの楽しくあの幸せに感じておりますし八戸,での試合もあ八戸での生活にも、ね、だ,いぶだいぶ慣れてきてますので、うん、とっても毎日あのエンジョイしてまますすよろししくお願いリドル選手はこのフリーブレイズにチームに入る前までに一回でも日本に来たことはあるんですかね。 てなったは初めんですね、mm hmm. なるほど、はいえーまあ、アジアリング36試合、だいぶフリーブレイズ試合も進んできました。えー、今シーズン、ここまでのお感想を少し伺いたいんですが。 Um, as, a, as a team, um, I think we've done pretty good. It's kind of been a little bit of a roller coaster mm. uh, type roller season, coaster. ups, up, and down. Um, we, uh, we started off a little bit slow. I think it was tough for our team to kind of find it. But once we did, uh, we, you know, we went through a tear there for the middle of the season where we won a bunch of games in a row, and we got to be able to see our potential as a team. And um, I think we've beaten every team in our league. Um, this year, and that already says you know volumes for what what we can do. Um, so I think when uh, when our team is playing at our best, we are uh, we're definitely one of the best teams in the league. Um, but uh, as far as myself uh, uh, personally goes, I think it's kind of the season. My season's been like that too a little bit, um, where I feel like I got off maybe to a little bit of a slow start, and then came on when we were winning and 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 started scoring more and and uh... in making more plays and and um... and just uh... in figuring out the the style of play over here i think was was that was the toughest part for me and uh... and now i'm i really enjoy it and it's um... and we uh... hopefully we can get uh... and end the season on a high note First of about the team ロラーコーーラコスターのような、えー、とそうかず今あの現在のところをするとまあ,あのこういい時があってちょっと下がって悪い時があってまたいい時があってっていわれ、まあねはい、の最初やっぱりスタートがちょっとスロースタートだったっていうことと <laughs>、はいまあ、その後でもちょっと練習を重ねてあのいけましたのでえっ、ー、となんていうかチームがこうピシッとはまった時には潜在能力だったりチームの,そのポテンシャルの 高さというものを非常にこう証明できたと思いますし、とあとはそれをこういかに持続してあのずっと続けていけられるかえということなんですけれども、一応、でもすべてのチームと対戦しまして、一回は全部のチームに勝ってたと、記憶が正しければ思っていますので、そういった意味でもこうチームの潜在能力の高さというのは証明できていると思います。これを 続けていければとチームとして思っています。うんうん、なるほど。ま個人的にもえっ、ー、とそのチームに比例してというか、うん、あの自分自身の成績個人的なことに関してもこうアップとダウンが激しいようなうん、うん、いい時悪い時があのあるようなマ、ま、シーズンにはなっています。うんうん、えっと最初はやっぱりちょっとスロースタートだったかなというふうに自分で思ってますし、うん、ま練習を重ねるにつれて自分のそのプレーの質というのも上がってきてゴールをあの上げれるようになって。 えっと来ました。うん、一番こうあの日本でねプレーするのに大変だなというかアジャストするのに、うん、あの苦しんだっていうことがこの日本のスタイルに<ー>、えー、慣れるっていうところにちょっと時間がやっぱりどうしてもちょっとかかってしまったなというのが感想です。うん、ただまああのまだプレーアフ争いの中にいますし、うん、えっと最後の最後まで頑張ってえっ、ー、といい成績最後はそのジェットコースター流。 アップとダウンだったらアップのいいところでシーズン終わりたいと思いますのでこれからも頑張っていきたいと思います。これまでこうプレーしていたまあ北米が多いと思うんですけれどもそのアメリカのホッケーの人と,あとはこのまあアジアリーグの違いになれるのが大変っておっしゃってたんですが一番の,このまあアジアリーグとこの北米のホッケーの違いって何なんでしょうか、um, And the uh, smaller rinks, so you guys mm. are guys are bigger, and the rinks are smaller, so it 's uh, it's, it's a lot more controlled yeah. and uh, guys are tougher in a little tougher and stronger on the corner just because of their big how big they are, um, so it makes it uh, makes it a lot harder to get to the net um, here in japan it's uh, it 's very fast, mm. and um, they use their finesse and their smarts to outsmart you, whereas back home they can use their strength more. Mm. 大きな違いとしてはまずはサイズの違い、かえっと北米の選手はやっぱり大きくてタフで、うん、まあ体がサイズが日本よりはでかい、はい、それからえっとリンクがえっと日本のよりは小さいと、うん、その2つがまあサイズとあとリンクの大きさというところがえっと大きな違いです。うん、なのののでえっとこっちの日本の まあ、アジアリーグのスタイルとしてはか俊敏に動く選手が多いですし、うん、あとはこうスマートにプレーする、頭脳を使って、うんえー、ホッケーをするっていう、そこの2つが日本では、<る>こっちのアジアリーグでは特徴的だと思いますけれども、うん、アメリカではやっぱりやってきたのは、そのサイズ、それから、えー、とリングがちっちゃいので、どうしてもこうパワー勝負になってくる、うん、うんところが、えー、と大きな違いかなと思いますなるほどかなりじゃ違うんですね、同じアイスホッケーでもね。はい、はい えー、そして現在プレイしているこのフリーブレイズのチーム、そしてあのリドル選手よりも若い選手がフリーブレイズのチームには多いと思うんですが、そのチームやフリーブレイズの選手の印象も教えてください。I, uh, I I love the guys on our team. We have、uh, we have all kinds of different characters as you c a n see earlier on、uh, with the guys from m a s a to、uh, to Takam to all kinds of different guys and、uh, different characters and、uh, different personalities. But that's what、uh, that's what makes a team. is um the different different guys that you have uh, and they, how they come together because um, everybody always has a different background um, I myself being from um, America and two Canadians and uh, different guys uh, you know different Japanese guys and uh, but that's what makes for a fun locker room uh, when guys can heckle each other and give each other a hard time and

いろんなもう全員が全員違うキャラを持ってまして、うん、えとそれがすごく面白しいですし、まあ、でもあのチームとしてはやっっぱりそういったこう全員違うっていうのは当たり前ですしそれをいかにこうみんなで1、うん、あの一つのことに向かって、えー、と頑張るんだってそういう方向性に持っていくっていうのもチーム1つのチームになる醍醐味というか。 それがチームだと思いますので、みんなバックグラウンドも違いますし、うん、あの自分はアメリカですし、まだカナダ人もまあ3人いますし、うん、コーチも含め3人いますし、まあ、あのそういって鈴木選手だったり、琢磨選手だったり、全の、うん、選手だったり、そういう,こうキャラがみんなそれぞれ違いますので。<laughs> そういったこういろんな人たちがいる中でロッカールームっていうのはすごく面白いものになりますし<ー>冗談言い合いながらあのちょっとたまにバカにし合いながら、まあ、一つのチームとして動いていくっていう素晴らしいあのチームだと思います。す、うんまあ、すででにこうあの日本ですけれども,もう人生を通して あの付き合っていきたいあの人たちも,な<ー>もう本当にでき,てきますできているので、うん、あのすごくこういいチームだなというふうに本当にまあキャラが濃いのは、ね、ラジオ機の皆様ご存知かと思いますけれどもいろいろチームでこう、ね、誕生日に水をかけたりとかあとはいいろろ最近も面白い選手がいると思うんですけれど最近のチームの中で何かちょっと面白かった,、ま、た印象に残るようなエピソードもしあればお聞きしたいんですけれども。 Um, we've had, uh, yeah. Other than the the few of the birthday splashes, as as we call them, um, we uh, definitely a few of us older guys like to to get on the young guys a little bit. We have uh, Rick Sue, a guy who hasn't played yet this year, and uh, myself and a couple of the older guys. We uh, we had some fun with some of his equipment. We turned uh, turned a few things inside out and and uh, and had some tape on his on his skate, and he came out and, and fell and. Be trying to get us back. <laughs> そうですね。今、あの小泉さんがおっしゃられたように、はい、あの僕らはバースデー・スプラッシュと呼んでいるんですけれどもあ<ー>あの誕生日の、えー、と水かけ、まあ、代表的なものですけどそれ以外にもですね、あのやっぱりこう若手がどうしてもこう。 餌食になるというか <laughs> ベテラン選手、まあ、一つの例を言いますと、まあ、リックスー選手という、まだあ<ー>あの今年はまだ1試合もまだ出てない選手がいるんですけれども、うん、一番チームで最年少の20歳の選手なんですけれども、彼の例えば。 防具をえ裏表逆にしてみたりとかえとあとはスケートにですねテープを貼りましてえとそのままえとリンクに出たリック選手はえ表情で思いっきり転ぶとかえとそういったものをこうベテラン選手はですねやっぱり若手にちょっといたずらをしますしまあさっきも言ったんですけどそういってこうふざけられる中に。 あの慣れたり、そういう雰囲気が出るっていうところに、まあ、チームの良さがあ,りますあると思いますし、うん、あの一体感がやっぱりそれで出てくると思いますので、うん、あのそういった意味では面白くやってますしあの、リック選手も必ず仕返しをしてくると思いますので、<laughs> そ,でね、それに気をつけたいとわかります <laughs>、まあ、それもね、愛情の、ねはい、裏返しということになるんでしょう。はい まあ昨年の9月からあの八戸での生活をしていらっしゃると思うんですが、この八戸の街はどうですか住みやすいですかどんな街ですか Um, and, um, and that always makes it uh, so you you, you, know, you get to be personal with people and get to see them again in the city because it's that small, but it's also big enough to where you can explore, and there's um, uh, a lot of different uh, tourist things that we you know, that we like to go see every day. And um, it's, it's great being right by the water too. I, I, really, I really love that. It's the first time I've ever lived right on the water. Um, and uh, like I said, I really definitely love, I love the food here, love the fish. It's uh, very good. そうですまず一番は食べ物が八戸はとても美味しくて<ー>えとすごく気に入っておりますあとは、えー、と八戸の,あの町に市に街に関してですけれども、まあ、やっぱりこう小さいですけどそれでもこう都会の要素をあの<ー>ちょっとこう 醸し出しているというか、うっていうふうに個人的には思っています。うん、なので、こう大きなこう大都会じゃないので、いろんなこう。市民の,の方々と本当にこう。個人的に触れ合う機会が多いですし、うん、個人的にこう知って仲良くなる。うん、あの機会があるので、そのそういうぐらいのこうまあ、ちょっとこじんまりとした。 まあ町でもあると同時に毎日こう何か新しいことを発見しに出かけていけるようなぐらいいろんなことものがあるようなえと大きさの市でもあるのでそういったこうどっちもこう入ってるような感じがえと,とても気に入っております。あとはまあ水にこう水というか海にあの隣接しているので生まれて初めてあのこう海岸沿いというかに住みましたのでそれもすごくあのいいなと思うところで。うん でもやっぱり一番はあの食べ物が美味しいいと思いますなるほどリドル選手は先日あの釧路でのクレーンズ戦が終わって、えー、チームが3日間ですかオフがあった際に、えー、東日本大震災の被災地に災害ボランティアとして足を運んだということを伺ったんですがこう、まあ、どうしてこういういボランティア活動をしようと思ったのかと、まあ、現地に行った印象を Um, well, it was. Uh, it's been something since I kind of came over here and and came to Japan and the culture and um, and just you guys experiencing such a big tragedy like that. I, I know. I just wanted to to do my part and to help. And so uh, my fiance and I, uh, Stephanie, we. We've been talking or trying to work with there's a time all year if we could go and somewhere where we could help and finally we had uh, we had our big break and um and Shue here uh, lined it up for us to to go down there and to Shimogama and um, and help. So that's kinda how it uh, how it came about. Um, and as far as we we were seeing it, it was uh it was definitely really eye opening. Um it was um it was it just kind of takes your breath away all the destruction and and how powerful that tsunami must have really been to to get over that there was this huge huge retaining wall where we were at, and the water had to come over that and then to wipe out you know probably a whole football field or soccer field type of uh know area of houses and and um so it was uh you know it was definitely you know it was really eye opening um but uh it, uh, it felt good in the same sense to to try to help and um, you know and try to restore everything and um, um, you know you always try to do as as much good as you can and it's kind of uh, of my way of also to repaying Japan for letting me live here all year and and um, and enjoy myself so it uh, it was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  good and it was uh, definitely eye opening. あの分かった時から、うん、えと婚約者のステファニーと一緒に、まあ、あの3月の,その,あの東日本大震災のことの,その悲劇はもちろん知ってましたので、うん、何か自分たちにでき,、ね、できることはないかということを最初から本当に考えてましたし、うん、ちょうど幸いにも3日間の,そのオフがあったので、えーとまあ、探して。 うんと自分たちにできることは何かというところで、七ヶ浜町、宮城県七ヶ浜町の災害ボランティアセンターに、一日ボランティア活動の,あの参加者として、うんえと、参加することに、えーまあ、決めてい、えー、きました。本当に行ってみて、あのもちろんこう知ってたんですけれども、改めてその自分の目で、えー、とその現地を見たことで。うん 本当にこう信じられない光景が目の前にあってとっても、まあ、アイオープナーっていうんですけども本当にこう自分の思ってた以上のものがあそこにはありましたので、まあ、サッカー場だったりこうアメリカンフットボール場ぐらいの,あの大きさのものが本当にさらさらち家があったところが本当にもう何もなくなっていたりとか、えーとまあ、きっとどのぐらいの津波がここに押し寄せてきてどのぐらいの人々がこうその時にあのく。こ 苦労したというか、あの、ひ、まあ、いろんな目にあったのかなと思っただけで、まあ、とってもこう。心が痛むというか、うん、信じられない、あの、光景が目の前にあったので、すごくびっくりしました。うん、ただ、まあ、同時に、あの、本当にこう、その。参加できたことに対して、すごく、あの、良かったと思いますし。まあ、とってもこう、貴重な経験にも、あの、なったと思いますし、うん、まあ、あの。 自分たちがそのある意味、この日本という国に住ませてもらっているそのお礼の意味も込めて感謝の意味も込めて、うん、今回、参加あのしたいと思いましたしできたことにすごくあの、まあ、よかやってよかったなというふうには心から、うん、あの思いますフリーブレイズはアジアリーグが残り7試合。

And so we need to continue that and even get stronger and, and a little bit hungrier uh, for the next seven games, and and to make sure we do uh, do everything we can to give ourselves the best chance for playoffs, and um, and also too for the All Japan tournament. Um, you know, okay. we uh, we want to. It's always important for a team to end your season uh, playing well or playing your best hockey. You don't want to be going downward. You want to be going upward. Um, and uh, so, I just, hopefully, we uh, we can do that. Um, and uh, as for the fans, I uh, want to appreciate or uh, thank them all, all year for the support. Them they they travel around, they they bring us gifts, and they uh, they treat us really well. And um, it uh, for them, you know, we always want to do our best because uh, uh, of how how great they are to us and how much support and and how loud they get for us at the at the games. And we're going to need that again come the uh, All Japan tournament. So. とす、um, yes, そうですねと残り7試合、フリーブレイズにとってはもちろんこうベストな試合で、うん、あの全試合戦うことがあのマストだと思います。でもちろんそのベストの状態に今あるとあの自分たち信じてますし、いい練習ができて、いい準備ができてますので、もうあとは試合でそれを発揮するあのだけだと思います。うん、えもちろんあとはあの全日本トーナメント、全日本選手権ありますので、えそちらの方も8の上でせっかく 地元開催ということなので、こちらの方ももう全力でやって、えー、優勝できればと思っております。うんえー、あとは八戸のファンの皆様には、本当に感謝の言葉しか、えー、ありません、うん、えと毎試合、あの大きな、本当に熱い声援を送っていただきますし、あのー、八戸だけに限らず、アウェーの試合にも駆けつけていただいて、うん、本当にこう選手にとっては、すごくありがたい思いでいっぱいですし。えーあのー 本当にその応援というのがすごく力に、えー、となってますのであの本当に感謝の気持ちとともにあとはもう全日本でもう一回その応援を、うん、あの我々チームとしてはすごく必要なものなのでぜひあの全日本選手権でもう一回熱い応援、えー、よろしししくお願いいたまますなるほど分かりました、はいえー、プレーオフ、そして全日本制覇に向けてリドル選手の、ね、活躍は不可欠ですので、はい、素晴らしい活躍を楽しみにしたいと思います。 ということで、今週の週刊フリーブレイズゲストは初登場の背番号9番のトロイ・リドル選手そして通訳は佐野マネージャーでしたありがとうございました、so、much, ありがとう、トロイありがとうありがとうございました